こんにちは、タイジーです。今日は鉄板焼き、海鮮、ステーキを味わえるお好み焼き本舗さんにやってまいりました。このお店、とにかくメニューがすごいんです。ちょっと見てください。もうこのお品書きをめくると出た。うまそう、うまそうですね。これもう見てください、おしゃれでうまそう、うまそうですね。もう特にこのエビがうまそう、もうエビうまそう。でもっとめくりますよ。めくりますとほらうまそう、ほらなんかもう創作的なうまそうな感じがしますよね。もうどんな味するんだろう。エビうまそう、エビがすげーうまそう、食べたいな、エビ食べたい。写真ちっちゃい方のページのエビうまそう、もうエビすげーうまそうで、ページめくるよ、めくって、ほら、ちょっと待って、このね、なんかこのちょっといろいろもうね、カラフルなエビねえな。さあここでハイジーがダイナミックにお好み焼きを焼く様子をお見せしたいところですが、なんとこのお店、店員さんがある程度のところまでやってくれるシステム。そちらのタイマーリセットボタンを押していただいてもよろしいでしょうか。はい。ハイジーの仕事はタイマーで4分間を測るのみ。若干拗ねるハイジー。しかしですよ、目の前のお好み焼きは異常にうまそうだ。もう別に今食ってもうまそうな気がするわ。確かにうまそう、特にエビ。そんなこんなで4分が経過して、ハイジーがかっこよくタイマーを止めて、かっこよくお好み焼きをひっくり返す。さあ大忙し、ここで同時進行でもんじゃのお世話もしなければいけません。華麗なコテさばきからのチーズトッピングからの、これもうやばいね、今これ朝の7時に編集してんだけど、こんな時間にまた食いたくなってきた。さあさらに大忙し、ここで焼きそばも来てしまった。ついつい頼んじゃったけど、これ食い切れんのか、マジでやべえぞこれ。とりあえずお好み焼きが焼き上がる。ソースをかけて、マヨネーズをかけて、サラダを落として、温泉卵を滑らす。どうですか皆さん、これがまずいわけがない。エビ入ってないけど。しかしここで事件、なんと我慢できなくて注文してしまったつけ麺が到着してしまう。メニューにつけ麺を見つけてしまった時点でもう逃げることができなかったハイジー。真っ先に食べる。カツオ節の出汁が効いてて、なんかすごくいい感じだと思ってますよ。専門店じゃないから別にね、失敗覚悟だったんだけど、美味しい。さあ改めましてお好み焼きを食べる。パンケーキのごとくふわふわですね。お次はもんじゃを食べる。あっち、これは熱い。水の味。おいしい。嘘つけよお前。さあそしてハイジーの暴走は止まらない。さらにサイコロステーキにまで手を出した。これももうまずいわけがないよ。もうこのまま食っても腹壊さなそう。もうこれ食っていいくらいの感じだよね。醤油とバターをかけて、肉を軽くバウンドさせて食う。生のごとく食感が柔らかい。こんな焼いたのにパサパサ感ゼロだよ。このサイコロステーキが本当に美味しかった。これで勢いづいて注文したメニューを無事に完食したハイジー。水うまい、全部しょっぱかった。